滝沢秀明 2B から新たにある大物ダンサーがデビューすると話題に。滝沢秀明が語った研修生たちの正体に驚愕。こんにちは、スコープ芸能です。滝沢秀明氏が率いる芸能事務所 2B が言った。東京ドームにて所属アーティスト全員が参加したライブ2 Heroes 2B First Super Live が開催され、直接会場に赴いたファンや230の国と地域で生配信された。最終日の17日公演を独占配信していた Amazon プライムビデオから応援していたファンたちは今もなお余韻に浸っているようです。3月14日から4日間で計22万人を動員しました。最終日の3月17日の公演は Amazon プライムビデオで配信もされました。チケットが取れず配信を楽しんだファンも多かったようです。4月26日からはライブの模様がアーカイブ配信されます。旧ジャニーズから移籍した元 V6 の三宅健さん、元キスマイフット2の北山宏光さん、ナンバーアイの平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さん、 IMP や大東律樹さんらが出演し、また11から15歳で編成された研修生の5人組グループウインクファーストもステージに登場しパフォーマンスを披露しました。2B 設立から約1年で完成度が高く評判のいいライブでした。滝沢さんの手腕が光りましたね。ライブの鳥を飾ったのはナンバーガイで、登場時は会場が揺れるほどの大歓声。平野さんはステージを去り際に死ぬなよとファンに向けて叫んでいました。感極まって涙を流すファンもいましたよと前述のスポーツ紙記者は回想しました。2023年はジャニーズ事務所の創業者であるジャニー喜多川氏の性加害が明らかとなったことから波乱に満ちた1年となりました。事務所を離れるタレントも続々と現れ、ジャニーズ事務所は崩壊したとも言われましたが、滝沢氏にとっては大きなチャンスにあふれた1年だったといえます。ジャニーズ事務所はこれまで各テレビ局に競合するアイドルの起用などをしないよう圧力をかけていたとされています。女帝と言われたメリー喜多川さんが亡くなった後もそうした体制に変化が見られなかった。こうした影響は 2B も受けていた。それがここに来て崩れ去ったわけです。今年に入り 2B のタレントが地上波のテレビ番組に出演をする機会も増えてきています。旧ジャニーズと決別し新たな道に歩みを進めている 2B ですが、ジャニー氏の後継者として指名されていた滝沢さんですから、ライブはそのジャニーイズムが垣間見えた部分もありました。特にまだ幼い研修生グループウインクファーストが登場する場面はジャニー氏の手法を彷彿とさせましたね。とジャニー喜多川氏の方針を踏襲するような場面も垣間見せました。しかしジャニーズ時代には見ることができなかったであろう演出も堂々と披露しており、三宅さんや岸さんらが女性ダンサーと踊っていたのです。ジャニーズのグループでバックダンサーを務めるのは主にジュニアかプロの男性ダンサーでした。女性ダンサーを起用していたのはスマップとキンキキッズぐらい。嵐でも起用したことはありましたが、ファンからの拒否反応がすごかった。最近ではニュースも女性ダンサーを起用したところファンから不満の声が上がっていました。こうした背景からジャニーズアイドルのステージに女性が出演することは基本的になかったので驚きましたと前出のスポーツ紙記者は語り、大きなバッシングを受けた前例を持つ女性ダンサーの起用を試みたのです。滝沢氏は将来的に 2B で女性アイドルの育成をしていく可能性があるとも言及しており、今回の女性ダンサー起用も未来を見据えた布石だったのかもしれないと指摘されています。とはいえ滝沢さんはジャニーイズムを色濃く継承している弟子のような存在。それが 2B として初のライブに女性ダンサーを登場させるとは挑戦したなと感じました。所属タレントも旧ジャニーズからの移籍組が中心ですから、ファンが拒否反応を示す可能性も考えたはずです。確かに一部ファンからは女性ダンサーの登場に対して否定的な意見も挙げられており、 SNS では
女性ダンサーだけ、本当にやめてください。ステージで女を見たくないです。萎えます。男性アイドルのライブに女性のバックダンサーは個人的にあまり見たくない。岸くんが三宅くんと絡んだ後に、女性ダンサーさんともだけど、あとなった、わら。これガンくんファンはもっとドキドキしたんじゃないの？との声が寄せられました。コンサート会場にいた女性ファンはこのように話しています。正直なところ、複雑な気持ちはありました。モヤモヤすると話す岸くんファンや、ありえねえだろと怒っている人もいました。もうジャニーズではないから仕方ないんでしょうけど、その一方、新たなパフォーマンスを心よく受け入れているファンも大勢見受けられ、女性ダンサーと踊ってる岸くんに、昨日めっちゃ驚いた、あんな楽しそうに踊ってくれて最高、女性ダンサーと三宅さんの組み合わせもキュートですごく好きだった、かねてより女性ダンサーとの絡みが見たかった私は無事点に召されたと、女性参加のステージを大いに楽しんだ様子を報告するファンの声も見受けられました。そんな改革を次々と進め、世界に向かって躍進を進める 2B の社長滝沢秀明氏は、今回のライブについて中日スポーツのインタビューに答えており、 2B を立ち上げて1年が経ち、これまでで一番大きいイベントだった、手応えは？という質問に、この数ヶ月それぞれのアーティストが準備をしてきて、ようやくファンの皆さんと会える環境がタイミングとして迎えられて、本当にこの東京ドームが 2B としての開幕みたいな気持ちで、今ちょっとホッとしていますと、無事開催を迎えられたことを安堵しました。演出面のこだわりは？との質問には、それぞれのファンの方が待っていてくださったので、本当にまんべんなくみんながちゃんと輝けるようにっていうことぐらいですかね。あとは彼らがなぜ今 2B にいるのかっていう答え合わせをちゃんとしないといけないよねっていうところで、彼らがやりたいこととか目指すこととか、それこそ海外に対してこう活動していくっていう意気込みというのを、この東京ドームで示すっていう時間なのかなと、と回答しました。研修生から5人組のウィンクファーストが誕生したことについては、入って半年ぐらいだと思うんですけど、ダンススキルがすごい上がってきてて、飲み込みがすごく早い、あの可愛らしさは作ってもできないので、今皆さんに見ていただきたいと話し、今だからこそ見れる可愛らしさにぜひ注目してもらいたいと自信を持って回答しました。研修生は今どれほどいるのかとの問いには、28人ぐらい、いろいろと今オーディションをしていて、各年齢層によってすごくいい子たちがいるので、いろいろと今後グループを作って、将来的にどのグループがデビューするかっていうのは今後のことと、今のアーティスト以外にも期待の存在が多く存在していることも明らかにしました。 2B の未来像については、日本はもちろんですけど、やっぱりグローバルに通用するアーティストを打ち出していきたいとは思ってます。なのでこういったグローバル対応している配信だったりとか、音楽配信もそうですが、日本国内にここと止まらず、欧米やアジアも含めてですけど、ヨーロッパとかも行きたいなと、グローバルアーティストを作ることが僕の次の課題ですと述べ、設立当初から掲げ続けていた海外進出について、今なお消えない熱い思いを語りました。今回一部パートに限り、ファンによる撮影も許可したことについては、最近の主流はいわゆるファンの方の目線の動画を拡散するってのはすごく当たり前のことになってきてるので、クローズドで楽しむ良さもすごくあると思うんですけど、それを解放して彼らに良さを知ってもらうっていう段階だと今は思っています。こういったフェス的なイベントは今後も計画しているかとの質問には、正直全ての方が見られてるわけではないので、ちゃんと生でいつか見れるようにしてあげたいなって気持ちはもちろんあるので、いつかまたこういった機会があればいいなと、と次回の公演についても前向きな意見を語っています。オーディションには女性からの応募もあると聞いた。今後女性グループの結成は考えているか
という意見の的ともなった女性の起用については、計画はまだしてないですけど、男性女性とかって言っている時代ではもうないのかなと思ってるので、いずれは可能性は広げておきたいなと、と可能性がゼロではないことも明確にしています。最後に4日間の講演を通して滝沢さんのやりたかったことが軌道に乗ってきたという実感は、との問いには、まずはお披露目なので手応えというよりかはまだ本当にスタートラインに立ったなっていう感じですね。ここまでは正直頑張れば誰でもできると思っていて、ここからどうやって日本国内だけではなくグローバルに挑戦していけるか、この東京ドームが土台になるので世界に対して飛び立っていくきっかけの公演になります、と今回のドームライブを皮切りに世界進出に向けての歩みが今後一層強まるのではないかとも受け取れる自信にあふれた一言を残しました。女性アーティスト、女性ダンサーの起用、そして今後の海外進出についてや今回のライブについての社長としての思いを赤裸々に語った滝沢秀明氏、これまでの匂わせがメインだった彼からここまで多くのことが発信されたのも実は珍しいことだったのではないのでしょうか。今後の活躍にますます注目される 2B の躍進、海外進出に向けてどのような歩み方を見せてくれるのでしょうか。ライブを終えてますます 2B の動きが楽しみになってきましたね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。